日より笑顔の多い福島県、フラウジさんの門をつけています、いわき市県民レポーターの三種屋小粒でございます。今回、おすすめしますお店はですね、私以上にいわき愛の強い、ご夫婦が営んでらっしゃいますラーメン屋さんを今回ご紹介したいと思います。いわき愛がもう丼の中にたっぷりと入ってございますんで、いわきの素材を楽しんでいただきたいと思います。それと店舗が変わったばかりですんでね、その辺もね一緒にこうレポートしていただけたらと思います。樋口さん、このラーメンを食べると必ず笑顔になりますから、その笑顔もシェアしてきてください。さあ、小粒さんおすすめのいわき愛あふれるお店が去年12月小名浜に移転オープンしたばかり、それがこちら、いわきと創作麺山とんびです。いわき市内の街中から小名浜に去年12月に移転してきたいわきと創作ラーメン山とんび。感染症対策を考えて設計されたという店内は、座席間もゆったりしていて常に換気に配慮した作りになっています。さあ、いわき愛にあふれるご主人、曲山修太さん、おかみの真美さんと二人三脚で店を切り盛りしています。さて、店の敷地内、鳥居と祠がありました。こちらはレンゲの極陽さんでして、割れてしまったレンゲを祀っております。ラーメンの一番おいしいスープをすくい上げたり、あとは参拝する皆様の幸せを必ずすくい上げられるようにということで、割れてしまったレンゲも供養ということでこちらに納めております。お賽銭は全額市内の子ども食堂の運営資金として活用されるそうです。このお店を建てた理由、どういったところにあるんでしょうか。一番はですね、この小名浜という場所で、浜通りを感じていただいて、いわきを強く発信できるようなお店を目指して建てさせていただきました。コロナで今観光がちょっと弱ってるとは思うんですけども、こういう時だからこそ強く観光地化したラーメン屋さんっていうのを作って発信していきたいと思います。店をフラシティいわきとして観光地登録をして、県内外に強く情報を発信し続ける曲山さんご夫婦、いわき愛にあふれた代表的な一杯がこちら、おととしご当地ラーメンとして誕生したいわきサンシャインラーメン。そう、メインはいわき名産のメヒカリ、さらにスープはですね、常磐ものの魚介がたっぷり、もうとにかく地元産の食材にこだわった一杯になっているんですよ。スープにはどれくらいいわきのものを使われているんですか。そうですね、一番は沼の内漁港というところで取れた常磐ものの魚が入ってます。そうですね、常磐もの、はい、チダイやヒラメや金頭とかを、その日によって変えてるんですけども、はい、入れております。曲山さんはこの沼の内漁港の売産権を取得していて、毎朝新鮮な魚を仕入れてスープを作っているということなんですよ。今回おすすめのメニューは何でしょう。はい、超幸せ盛りラーメンです。もう一言で言うと、とっても大きいラーメンで超幸せになってもらいたいなっていう一杯になっております。気になりますね。はい、ラーメンをお腹いっぱいに食べてもらって幸せになってほしいと名付けられたおすすめの一杯、麺もトッピングも盛り盛りのメニュー、幸せになりそうなラーメンです。お待たせしました。はい、はい、失礼いたします。こちら超幸せ盛りラーメンです。すっごい大きいですね。この上には金箔も乗ってますね。お気づきですね、ありがとうございます。金箔な感じが、はい、こちらの金箔はおかみが調理した時限定のおかみタイムの金箔になっております。幸せ増量です。さあ、どうですか、この超幸せ盛りラーメン。確かに、ね、麺は2玉、自慢のローストポークが10枚、さらに鶏チャーシューが4枚もトッピングされているんです。うん、おお、もう醤油のいい香りが口の中に広がりますね。あ、でだんだんこう魚介系がね結構
後から強くなってくる感じがしますね。そして麺は全粒粉が入ったストレートの細麺です。美しい。ツルツルの麺です。喉越しがいいですね。全粒粉だからこそだいぶこう小麦自体の香りも結構強いです。プリプリ。さらに圧巻なのは丼を一周するほど敷き詰められたローストポークです。程よい柔らかさ、もう噛んでいくとも豚の旨味が広がってきますね。ローストポークを噛むと口の中に幸せが広がる、そんな感じがします。さあシェアして食べるのもありと言われましたが、私は完食です。大満足。いやもう超幸せ、大満足の一杯です。さてサイドメニューのおすすめはいわき来期丼。この来期というのはですね、神聖な食べ物である米を意味するハワイ語。いわき産コシヒカリいわき来期にローストポークがたっぷり乗ったメニューです。たくさんのお客様に喜んでいただけるような、でいわきというところを強く発信できるようなお店を目指していきたいです。お客様をいわきのおもてなしで特別な一杯をお届けしたいと思います。いつ来ても安心感で特別な一杯お届けできるように頑張っていきます。樋口さん、美味しかったでしょ。それではここで謎かけを一つ、ヤマトンビさんとかけまして勢いのある武将と解きます。その心は、天使もすごいが夫人も素晴らしい。いかが？